大阪府立富久高等学校は大阪府堺市東区にある公立の高等学校。前身は太平洋戦争中の昭和初期1941年に新設された府立17番目の高等女学校。部活動ダンス部によるバブリーダンスが2017年 YouTube 動画の国内トレンド1位となった。略称は富高。学校の源流は大正末期、 南河内群の7つの村による高等小学校に平地の職業学校で大阪府に移管された後に廃校。第二次世界大戦中に同郡2番目、府立17番目の高等女学校として新設され、戦後の学生改革により新生の高校となった。教育課程は全日制課程で普通科を設置。目指す学校像と題して、 次の3つを掲げている。1、勉強と部活、行事の両方本気で取り組むに希望する進路を実現する3、地域から愛され信頼される生徒の80%が大学や短期大学への進学を目指す。期限は1924年7月21日、南河内郡、黒山村、大浅網に開校した公私職業学校の大阪府。 南川地群黒山村外六河村、学校組合立黒山高等実践女学校。当時、黒山村をはじめ平尾村、丹南村、田地比村、野田村、大草村、日置草村の七河村による学校組合が1917年4月、黒山高等小学校に閉地して、おつし農業学校を設置した。この農業学校の女子部を発展させる形で、 女学校を開設すると学校組合が1924年3月22日に決議。同年7月9日に文部小国寺で認可され、同年7月21日に校舎併設のまま組織のみ黒山実女として独立した。その後学校組合は1927年から1928年に かけて、大阪市愛媛人上昇学校の旧校舎を、黒山校舎の南側の隣接地に移築。1928年、この校地に、黒山実女が移転志向者も独立した。だが、志願者や生徒数の増加で経費が増大し、学校組合による運営では、経済的に困難となり、大阪府への遺憾を求める声が高まったとして1929年に、 学校組合を解消。同年4月、黒山実女の設立者を変更し、公主職業学校の大阪府立黒山高等実践女学校に改編された。その後、第二次世界大戦中の1941年、府立黒山実女は廃止され、新たに大阪府立黒山高等女学校が設置された太平洋戦争後の学生改革により、 1947年に、府立黒山高所2.3年生を移籍させる、形で新生の中学校を併設し、1948年に、新生の大阪府立黒山高等学校へ改編された。なお他の高等女学校と異なり、近隣に、旧生中学校がなかったため入学試験で、男子生徒を募集。翌1949年、男子生徒が入学し、 男女共学となった。なお1948年、校舎を新生学校組合立黒山中学校に明け渡すことになり、黒山高校は同じ組合立黒山実業学校を源流とする大阪府立農芸高等学校の校舎の一部を曲がりした。このため、大阪府は黒山高校と農芸高校を総合性高等学校への統廃合を検討した。 だが、農芸高校側が、独立校としての存続を強く希望したため、実現しなかった。そこで、黒山高校は、独立校舎への移転を検討。季節の私立高校の買収、公立移管によって、私学と統合する形での移転も検討され、初芝高等学校と交渉に入ったとされるが、買収案は実現しなかった。また、独立校舎の新設を検討し、 最終的に、南河内郡富岡町大和西野での独立校舎の新設を決定。1952年4月に校舎が完成して移転。移転と同時に、大阪府立富久高等学校に改称した。現在の校舎は1970年代の建設で、旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。 このため2011年度から回収を行った。ありがとうございます。